キャラメル味のキス。赤く染まった空から。というわけで本日は空の青さを知る人よ、あいみょん。なんかあいみょんさんね、久々の気がするやるの。はい、そんな空の青さを知る人よは何ランクかというと、ドク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 ポーン、 B ランクでございます。なんか B ランクも久々ね。マリーゴールドとかよりね、若干ねちょっと難しいかなと思ったんですけど、男性がねそのままのキーで歌うっていうのはねちょっと無理ゲーなので、私もね今日ちょっと今もう12時過ぎてるので、妥協して裏声とか使ってますが許してください。男性陣はねキーをね、まあ4個でも5個でもね下げればね歌いやすいんじゃないかなと思います。女性陣にとってはねとってもね歌いやすいキーだと思うし、リズムとかもねそこまで複雑じゃないので、まあ、上手に歌おうと思ったらねポイントはたくさんあるんですけれども、そこら辺はね白洲と一緒に動画を最後まで見ればバッチリと押さえられるので、よかったねみんな。というわけで本日も張り切っていってみましょう。はい、空の青さを知る人よ、あいみょんさん、行ってみましょう。イエイ。全然好きじゃなかった、ほら愛が遠い、キャラメル味のキス、全然好きになれなかった。それなのにね、今は悲鳴を上げながら君の横顔を探している。ね、どっちも微妙だったんでしょうね。でも今はさ、なんか好きになっちゃったわけ。ホラー映画とかさ、ソーのさ、なんか4とか5とか出たらさ、ソー見なきゃとかさ、着信ありの3見なきゃとかってさ、言うようになっちゃったわけ、前の男のせいで。で、着信ありの3とか見てるじゃん、キャーって言って、いつもだったらそこで横でさ、ケラ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 さ、何驚いてんのとかって笑ってさ、男の顔はもういないしさ、横顔をさ、こうやって見るとさ、きっとさ、ホラー映画見ながらでもさ、こうやって振り向いてさ、チュッてしてくれたわけよ。やりやりやらしい。で、チュッてしたのがさ、キャラメル味だったわけでしょ。君の横顔はないわ、キャラメル味のキスはないわ、で本当に惨劇なわけです。さようなら、さようなら大好きな人って感じ。というわけでメールいきます。全然好きじゃなかったのね、全然ね、結構ね早めにんにいきます。全然好きじゃなくて、全然好き、全然好きじゃなかった、た、た、ちょっと口を大きめに使ってあげて、た、た、ちっちゃいあ入れます。しゃくりがきます。ほらー、しゃくります。ありがとう、ほらーってさ、しっかりと音程がかかるんだけど、いはさ、ほらー、ありがとう、ありがとう、ちょっとだけなの、ちょっとだけ、いい、しかも一瞬、ありがとう。ドロップマークとフォールマーク一緒についてて、本当にややこしいや、ややこしいやって感じなんですけど、ポリ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 ンキー、いが、と、と、と、ドロップマークはさ、一瞬で鼻に抜きたいの、と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 、で、たまにさ、泣きって出てくるじゃん、白洲に。で、それは、と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 、って、ちょっとなんか、裏声っぽいのが混ざると、まあ一応泣きってつけてて、なんかさ、一瞬鼻に抜けて口にポンってね、響きが戻ってくるような、イメージが、ドロップでございます。ここにね、鼻にね、こう、指とか当てとくとわかるよ。一瞬ね、鼻息強くなったら成功してます。ほらー、ありがとう、パーンって言ったね、成功です。ドロップの難しいのはね、とってやった瞬間ね、音程は実はね、ちょっとね、しゃくってる時が多いんですよ。まあ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 、鼻からポーンってね、息が出れば OK です。ほらー、ありがとう。フォール？ここのさ、キャラメル。このさ、ラ、広い、ちょっとね、広げてあげるようなイメージで、キャラメルじゃなくて、キャラメル、味のキス。ここだけね、ちょっと英語っぽくなるの。キャラメル、味のキス、キス。キース、キースってね。なんか、ちゃんとした音程をたどろうっていうよりは、キャラメル味のキス、キス。ここはちょっとセリフっぽくなりますね。キス、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 キス。キャラメル味のキス。全然好きになれなかった。な、アクセントです。ない、なかった、なかった。一瞬で、ね、鼻に息がね、ポンって抜けるような、イメージだったようです。なかった。で、またホールがいきます。それなのにね、それなのにね、ホール。今。この音ね、結構低いので、女性陣ね、当たんない人多いかも。今、今は悲鳴を。めってさ、口閉じるじゃん。め、め。なんで、まあ鼻に抜けるのは当然なんですけど、ちょっとね、ドロップっぽい、め、め、め。ちょっとしたら、ね、揺れがね、ここに感じられるといいので、一応ドロップマークつけておきます。今は悲鳴を、名をあげながら、君、君。ね、問いかけるときね、音程がフォールするときが多いんですよ。君の、で、しゃくります。横顔を探している。で、探している。ここアクセントでちょっとね、強調して読むんですけど、ただ、探しているじゃなくて、探している。さの後にね、ちょっと音を区切るマークが入ってるんですけど、ここね、
パワーを貯めてストレッチパワー。苦境な心の落とし穴、暗すぎて何も見えない、根拠なんて一つもないのにさ、体が走り出してく。なんかさ、最後のとこさ、格ゲーのコマンドみたいになってるよね。上下横横横横右右必殺技みたいな感じで行ってみましょう。サビです。あ、違った、 B メロです。まず、前半の3行はね、ウィスパーボイスでございます。空虚な心の落とし穴っていうね、ちょっとお下品な声じゃなくて、空虚な心の落とし穴。ちょっとこの、柔らかい声、で、かつ、はぁ、ちょっとね、息が漏れてるような、音のする声をね、使ってあげられるといいと思います。リズムをつけていきます。空虚な心じゃなくて、空虚な心の落とし穴、クラスキーって何も、こんな感じで、黄色のところにね、ちょっとこう、押してあげるようなイメージすると、あのリズムのメリハリがつくので、おすすめです。落とし穴、あんな、あんな、あな、じゃなくて、あんな、あんな、あんなね、あんなっていうつもりで、落とし穴、な、クラスキーって何も見えない、見えない、見えない、ここ音区切りますで、見えないって強くなんないように、見えないね、根拠なんて一つもないのにさ。こっからのアクセントはね、ちょっと変わって割とね、激しくつきます。で、特にこのさ、こういうマークついてるじゃん、こう、どっちと矢印どっちかわかんないけど、こういうマークついてるところはね、ちょっとリズムがね、突っ込んでくるようなイメージで歌ってあげるといいです。体が走りだじゃなくて、体が走りだだ、ちょっとこれね、前にね、ポンって飛び出るようなスピード感があると、躍動感があってとってもいいです。で、最後に格ゲーコマンドのとこ来ますね。出してくー、くー、上がって下がって、上がって下がって、人生のように、一定で、途中で平坦な道を歩んで最後にフォールします。してくー。赤く染まった空から、溢れ出す手話。浮かび上がる一番弱い自分の影、青く滲んだ思い出、隠せないのはもう一度同じ日々を求めているから。ジャンジャン、はい、アクセントの位置確認していきましょう。赤く染まった空から。ここね、ワン、ツー、スリー、フォーの2と4に基本的にこう、アクセントを置いていくと、まあ歌にメリハリができるので、この曲は。なんでここでちょっとよく聞きながら、ワン、ツー、スリー、フォー。空から。こうね、タン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 ってね、階段のように降りていきます。で、ここは、溢れ出すと、シャワーのワーまでこう、グンって飛び出てきます。シャワー、ワー、わー、ポンって飛び出してあげると良いです。打たれて、で、しょぼる。流れ出す。浮かび上がる。ここで音区切ります。ごめんなさい。多分ね、見本はね、裏声でね、私は妥協してるんですけど、ここは別に裏声じゃないです。ごめんなさい。ここはちょっとね、もう妥協しちゃった。だってもう12時なんだもん、今。私、シンデレラだからさ、12時超えるとさ、高い声が出なくなるの。まあ、そこはなんかうまく変換して聞き取ってください。一番弱い。ここまでさ、赤く染まった1、2、3、4って歌ったのが、一番弱い、一番弱い。アクセントの数が倍になるので、ちょっとね、なんか、一番弱いっていうような、ちょっと、なんていうんだ、ヒステリックというか、なんだろうな、ちょっと感情の高ぶりを、ここでね、表せられるようなアクセントだと、良いです。ピーンってびっくりしちゃった。自分の影、自分の影。うえ！で、ここも、音区切ります。ここタン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 下ります。で、隠せないの、ここね、ここまた格ゲーの格闘ゲームのコマンドみたいに来てよ、ワンポンクルルルルみたいな感じなんですけど、まずしゃくります。で、しゃくった瞬間にこうね、飛び出すようなアクセントにします。ワーン、あいみょんさんのね、ここのフェイクめっちゃむずくて、多分ね、このね、ラソみたいなね、音程だと思うんですけど、0.25 倍速 YouTube で聞くとね、ギリギリ聞き取れるんですけど、まあ本当にやりたい人はね、そこまでやってみるといいと思います。もう一度、飛び出すよ。同じ日々は、ここも飛び出すよ。で、フォール、求めているから、じゃんじゃん、
全然好きじゃなかったっていう感じで終わります。はい、皆さんありがとうございました。空の青さを知る人よ、あいみょん。7月8月はさ、最新曲が出た瞬間にシラスタも解説を出すみたいなさ、結構頑張ってたんですけど、ちょっとね、最近ね、なかなかこうちょっとね、時空の流れがね、歪んでしまいましてね、ちょっと追いつけなくなっております。ちょっとあいみょんも遅れちゃった。1ヶ月前ぐらいに本当はやろうとしたんだけどね。そうなの、ヴィンテージもやってないし、傘もやってないしさ、なんか私としたことがさ、なんかさ、悔しい。というわけでね、ちょっと11月なんで、張り切って頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。本日のいいねこじきタイム。皆さん、いいねお忘れなく、いいね、チャンネル登録、コメント、今日もおしらさん素敵でした。お洋服がかっこよかったです。前髪が変でした。なんか眉毛描いてますかとか、そういうコメントを適当に残しておいてください。本当に励みになります。励み。サブちゃんもあるので、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで11月も張り切っていきましょう。えいえいおー。